こんにちは。急にお呼び立てしてごめんなさいね。本来採用担当である立場の人間が希望者と個人的に接触するなどあってはならないことなんだけど。まあそんなことは気にせず、とりあえず座って。ここのスイーツ、とっても美味しいから、食べながらお話でもしましょう。うふ、もちろん。 私がご馳走するから、遠慮せず頼んで。あ、店員さん、注文いいですかえっと、君はこれでいいのね。じゃあ、これを一つと、私はカフェラテで。それで早速本題なんだけど、ああ、食べながらでいいから楽にして聞いてて。実は、 君の採用の件について少し考慮すべき部分があってね。君の履歴書や面接での態度、もろもろ合わせて選考した結果、企業としては文句なし。つまり、合格だったわけ。まあ、ここまでは手放しで喜ぶべきところなんだけど、一つ問題があってね。これ。 よく見てほしいんだけど。<laughs> びっくりしてむせちゃったごめんなさいね。ほら、お水飲んで、落ち着いて。まあ、驚くのも無理はないよね。これ、君のアカウントだもんね。実はね、先行の過程で、希望者の SNS を調べさせてもらったの。 このご時世、SNS での身の振り方も重要だからね。誰がどこで何をやらかすかわからない時代だから、こちらとしても心苦しいけど、仕方ないよね。でね、君のアカウントなんだけど、いろんなことつぶやいてて面白いね。誰に向けて言っているのかわからない愚痴や、ゲームに負けてイライラした勢いで、とんでもない暴言をまき散らしていたり。 なかなかにストレスが溜まっているんだなーって思うよ。ああ、別にこの程度のことで内定を取り消そうなんて思ってないよ。これくらいの内容なら他の希望者だってしているだろうし。ただ問題なのは、このつぶやきなんだよね。先週のこの日、確か面接が終わった後の投稿なんだけど、 これ、読んでみて。うーん、なんで黙ってるのかな私は君の口から聞きたいんだけど。さすがに読めないまあ、それはそうだよね。こんな下品な、よりにもよってこの私に対して、やれそうな女、なんてね。 君、見かけによらずゲスな一面があるんだねとてもそういう物言いをしそうにないって感じがしたのになウあおざめてるね「冷やせ」って比喩表現だと思っていたけど本当に書いている人間を見れるなんて貴重な体験だよん急に謝ってどうしたの 私は怒っていないんだけど普通こんなつぶやきをするような人間は問答無用で先行から除外されてるよでもなぜわざわざこの私に呼び出されここにいるのかここまで言えばわかるよねわからないかじゃあ鈍感な君にも分かりやすいように端的に提案しよう 内定が欲しいなら、私の言いなりになりなさい。<laughs> お口ポカーンってしてる。かわいいな。え <laughs> へどういう意味って、そのままの意味だよ。私の言うことを素直に聞けばいいの。私ね、君みたいな男の子が好きなんだよね。表ではいい人面してるくせに。 その裏側はひどく汚れてすさんでる。まさに君のような人間が。なんて言うのかな。そのきれいにつくろった上っ面をゆがませたくなるっていうか。まあ君を好き勝手したいってこと。<laughs> 震えちゃってかわいいな。 SNS って怖いよね。誰に見られてるのかわからないんだもん。でも君は運が良かったね。私のおかげで泣いて取り消しにならなくて済んだんだもん。あーでも君の口から返事は聞いてなかったね。契約は互いの同意なしには成り立たないからね。ほら、言って。あなたの言いなりになりますって。 何今なんて言ったこんなの脅しだって聞こえたんだけど。はあ、君、自分の立場を分かってないのね。君はすでに、将来を棒に振っているんだよ。些細なつぶやきかもしれない。その時の勢いでつぶやいてしまったのかもしれない。 でもそれが原因で、君はもう積んでるんだよ。それを助けてあげられるのはこの私だけ。私にイエスと言うだけで、それが全部チャラになる。選択の余地はないと思うんだけど。それに、やれそうって思えるくらいには、私のこと気に入ってるんでしょだったら答えは決まってるよね。もう一度。 よく考えてごらん。うん。うん。<laughs> よく言えました。今から君は、私の言いなり。じゃあ早速だけど、その食べかけのケーキ、私に一口ちょうだい。何してんの替えのスプーンなんて必要ないよ。君の、 さっきまで使っていたスプーン。それを使いなさい。そうそう、いい子ね。あー、うん。うーん、おいへ。私も頼めばよかったな。あー、残りもちゃんと食べてね。もったいないから。スプーンはそのままでね。 <laughs> 関節キスしちゃったね。嬉しいでしょ私の唾液がついたスプーンで食べられるんだもん。さて、食べ終わったら、このまま私についてきて。君、今日は予定ないでしょ私の部屋でいろんなことをしましょう。何その顔。嫌なの <laughs> 顔に現れる癖直した方がいいかもね。それもこれもじっくり調教してあげるから、先輩として、そして、女として、ね。へばったら許さないから、頑張ってね。奴隷くん。<laughs>